ここ左か、ここか、マジか。銀行で山に行きます。まず後輪外すときなんですけど、ギア一番重くしときます。クイックレバーを緩めてリアデレーラーを後ろに引きながら後輪を落とすとスムーズに外れます。で前輪は脱落防止機構があるのでクイックのレバーの反対側を回して緩めます。これなんだかわかりますか？ハブ軸に GoPro マウントするレッグマウントのパーツです。ここからが重要で、一応ホイールはポケットの中入ってるんですけど、フレームに硬いところ当たると傷が入っちゃうんで、中でガチャガチャ動かないようにしっかり締めます。最後に肩紐、ショルダーストラップを渡して、これで完成です。今これ輪行の様子をタイムラプスで撮ろうとしたんですけど、この GoPro のアプリがアップデートしてインターフェース変わって、分かりにくくなっちゃいましたね。デフォルトだとこの画面で左に映すとこれタイムラプスっぽいのがあるんで、こっちに映すとタイムラプスって出るんですよ。でこれで録画開始すると連写になっちゃうんですよね。この画面に切り替えてここでタイムラプス選ばないとタイムラプスにならない。ありがとうございました。あれ、
乗り換えです。1時間に1本しかない。とりあえず駅着いたのでこれから自転車組み立てます。組み立てるときなんですけど、やはりこちら側に立って一番最初にチェーンをスプロケットの下にかけて、リアディレイラーを引いてスプロケットの上側にチェーンかけます。であとは上に持ち上げれば、自然といい位置に入るんですけど、入りました。でこの段階ではまだ仮止めにしておきます。クイックの締め加減なんですけど、このクイックレバーが水平のところ、真横の位置から力がかかるようにしたところからグッと締め込みます。で締める前に結構クイックずれやすいんで、ホイールガタガタ揺すって体重かけて叩いてガタを取ってから閉めます。でディスクが吸ってないか確認して完成です。これで完成です。で輪行で僕が一番難しいと考えているのが、この輪行袋を畳むとき、三つ折りでもうくるくるって巻いちゃえばこっちの方がいいんですけど、この輪行袋のケースが結構タイトに作ってあって、この袋に押し込むのが結構大変なんですよね。一応完了です。本当はこのベロクロと言っちゃいけないか、マジックテープと面ファスナーか、面ファスナーとこのストラップを使ってサドルの後ろにこうやってつけれるんですけど、もうすでにサドルバックついちゃってるんで、僕はいつもハンドルバーにつけてます。こんな感じ で今日はカバンのこのヘルメットとか止めるところに収めてます。でこれからちょっとコースの方まで行動を自走していきます。
ちょっとチェストマウントに切り替え、高峰山コースの方まで走っていきます。久々すぎて久々すぎてちょっと記憶が曖昧なんですよね。あ、こっちじゃないな、多分。逆行ってみるか。だったかな。高峰山、人いるっちゃいるんですけど、なんか動いてる感じしなかったんで隣のダイナコパークっていうコースの方に行ってみます。そっちはダウンヒルじゃなくて、なんだろう、マウンテンバイクパーク、小規模なマウンテンバイクパークですね。ショートダウンヒルとスラロームとパンプトラック、それからダートジャンプが一箇所にギュッと集まって止まっ、まとまってます。こう、入山下山の記録をつける紙があって、それ見るとここ左か、ここか、マジか。なんか入山下山の記録見ると、午前中入山してもう昼に帰っちゃった人がいて、それ以降入山の記録がないんで、午後休かな。高峰はまたの機会にします。高峰山がなんか運営してんだかどうだか分かんない状態だったんで、隣のダイナコパークに行きました。ここはショート DH はあるんですけど、搬送はなくて、この道を自分で押し上げるか
まあ、行ける人は乗ってってもいいんですけど、ちょっと足踏み外しそうな。なんか何年か前に来た時比べて、なんか DH もなんか作り変えたらしいんで、ちょっと楽しみです。以前と比べてすごいぐにゃぐにゃしてるみたいです。クモの巣だな。下くぐれるかな。こっちでいいんだっけ。おお。あったあった。一応スタートヒルがあります。腐ってないかな、大丈夫かなこれ。今朝寝坊して、そのくせちょっと朝ゆっくり過ぎちゃったんで、あんまり走れませんでしたね。暗いな、それにしても本当に。
これからまた水戸線で小山まで行って、宇都宮線に乗り換えて家まで帰ります。Thank you.